マグロでーす。イエーイ。今日からマグロ。マグロフェアでーす。お、だいぶ来ましたね、みんな。黄身がめっちゃない。ん？黄身っぽいのがなくない？ほんとだ。並んでるの珍しいよね。並んで食べるの。いつもさ、向かい合ってるからね。ジャンボトロサーモン来ました。来ました。これは？これも私が毎回食べる。そうだよね。最近食べるよね。ユッケ食べてみよう。うん。いか？オッケー。エビ、珍しいね、エビね。え、最近めっちゃ食べない。そうなんだ。ん？どうしたの？優勝。これ？美味しい。大優勝。大優勝ときた。いい食べっぷり。おいしい。ママ、これが来ました。じゃーん、これです。このなんかこれ頼みました。うん、おいしそう。おいしい。うん、これです。なんか高級感漂ってるよね。うん、まあ、高級なんだけど。はい、アジが来ました。ミミのイカ来ないね。ね、おいしい。お、えらい、うん、優しい。リミちゃん、リミちゃんが水を持ってきてくれました。ありがとうございます。ありがとう。イカも来ましたよ、リミちゃん。イカ美味しそうですね。なんかすごいこっちでうまって聞こえるんだけど。エビエビうますか。エビがうまな。すごい、まだ来てさ 10分ぐらい、15分ぐらい。やばくない？もう5皿食べてんだけど、この子。リミちゃんももう4皿来てる。すごいね。今日はお腹ペコペコで。めっちゃお腹空いてきた。お腹空いてきたの？これ何？これ食べて。違う違う違う。お腹すかせてきた。あ、すかせてきたの。びっくりした。あのさ、今日は前回女子会やったじゃん。今日も女子会です。1ぐらいでやってるよね。だよね。いや、今日たまたまパパが仕事でいなかったから。そうだよ ね来たんだけど、休日っていうこともあって、ね、あ、そう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 。ということでさ、前回さ、はい、学校でさ、リミちゃんがさ、はい、会ったらさ、手振ってほしいみたいに言ってたじゃん。それはどうですか、その後。見ましたよ。振ったの？振ってもらった。振ってもらった。どうやって振ったの？だから、うん、手振ってって言われるじゃん。うん、廊下でそれ違うじゃん。うん、あ、ってやったんだ。やったの、リミがね、うん、嬉しそうにね、みたいな。マジ？やったの、リミも。リミも手振ってくれた。嬉しそうだった。嬉しそうだった。うん、よかったね。嬉しかった。うわー、かわいい。そうなんだ、よかったね、リミちゃん。一回だけ？うん。一回しか会わなかったの？なんかそんなもんだよね。あんなに教室使うのに合わないもんか。あんま合わない。そうか、でもあんまり今廊下とかで汗しちゃいけないもんね。トイレで会った時は喋った。喋った。なんで喋ったの？なんて喋ったの？ようみたいな。そうそう。喋った。何喋ったの？何喋ったの？忘れた。何喋ってる？挨拶程度？そう、挨拶程度。ありがとうございます。ウリー。
そう、すごいの最近仲いいね、うちら仲いいよね、最近さ、なんか一緒にさ、何漫画漫画じゃない、うん、漫画見たりアニメ見たりさ、盛り上がってないね、リミもさ、最近漫画とか見てるしね。どう？しーちゃんもうすぐ学校からいなくなっちゃうけど寂しい？そこは寂しくないんだ。確かにあんまり関係ない。あんまり関係ないか。何これ？アグリハム。うまい？いいね。リミちゃんこれ好きだよね、ミートボール。なんか美味しい。美味しいんだね。懐かしい味じゃない？お弁当によく入ってたミートボール。ミートボールそんな好きじゃないんだよね。ね、しーちゃんはそんなにさ好きじゃないよね。うまい？よかったよ、二人が仲良くて安心しました。ママもう仲悪い時はどうしようかと思ったよ。え、もう頼んでるし。え、早くない？もう頼んだの？今びっくりしたんだけど、もう来たよデザート。これ今までのやつ？うん。新しいやつ？うん、え、これ？この。うん、これ、うん？ちょっと映るかな、こんな感じの。へえ。美味しいかね。ね。すごい取り方。舐めマスクのように取ってますけど。リミちゃんもポテト来ました。いいね。はい。でもさ、カフェだからさ、うん、来るの遅いかなと思って早めに頼んだらめっちゃ早く来たって。確かに、そういうことか。そういうことじゃない。まだ食べてるのにパフェがあるっていうね。あ、しかも卵もいた。卵もいた、こんなとこに。あ、確かに美味しい。面白い。いいですね。仲いいですね。安心しました、本当に。ね、漫画面白い。それ関係あるの、お姉ちゃんと、ね、仲良くお姉ちゃん、あ、分かった、話が共有できるってことか。漫画読んでここ良かったよねとか、どう思うとか、そういう感じではない。あんま話さないのか。どういう仲良しなんですか？あ、喧嘩しないね。いいことだね。平和だね。なんかすごいんだけど。1,2,3,4,5,6,7。すごい。まだまだ全然いける。そうでもないか。うん。ちょっと考えながら。うん。出ますね。はい。どうかな。さっき舐め回すように取ったから。そっか。なんかね、いちごがね、冷凍じゃないんだよ。うん、やばくない？あ、そうなんだ。昔ここ冷凍だったよね。そうなの。やっぱ今旬だからね、いちご。どう？美味しい？めちゃめちゃ美味しい。やばい。めちゃめちゃ美味しい。いいね。おいしい。バニラアイスだ。美味しい？やばい、美味しい。しーちゃんといえば刀アラだっけ、うん？今日は食べないの。後で食べるかも。知れなくもない。え？知れなくもない。ああ、そうなんだ。お待たせしました。ご案内いたします。めっちゃおいしい。大学芋来ました。りみちゃんの大好物。え、来た。どう？安定の美味しさ。美味しそう。やっぱ美味しそうなんだけど。なんとここへ来てラーメン来ました。すごいね、しーちゃん。あーと思ったらなんかまた来た。フルパイ来ました。初めてじゃない？やっぱそう、初めて見て、カタラーナ本当は食べようと思ったんだけど、うん、美味しそう。フルパイめちゃめちゃ美味しそう。フルパイ美味しそうです。すごいね、締めにラーメンとアップルパイだよ。さすがしーちゃん、食欲が半ないね、半端ない。美味しい。リミが呆れ顔で見てる。よく食う姉だなと思ってる。めっちゃ美味しい。美味しいね。よかったね。
業式まで2キロ減量とか思ってたけど無理だわ。無理だよ、逆に太りそうだよね卒業式までね。あと学校何回？13日。うわもう迫ってるね卒業が。本当でも無事ねこのまま元気に卒業式ができるといいよね。土日も学校行ったの？そりゃあね、やっぱ別れが辛いよねお友達とね。でも中学校もみんな大体一緒なんだからさ、まあ、中にはやっぱり違う中学校行っちゃう子もいるけど、ほぼ一緒だからね。クラスが分かれちゃうから。そうクラスが増えるから多分同じ小学校先生がね、うん、見るらしいんだけど、だから中学校の先生はうちら知らないじゃん。あ、そっかそっかそっか。だから小学校の先生が決めんの？中学1年生のクラス替えは、うんうん、小学校なんだ。小学校の先生が決めるらしくて、あと先生が来たから担任先生が、うん、それは間違いないと思ってて、うん、その先生がね、うん、このクラスで同じクラスになれるのは4人ぐらいしかいないらしくて、うん、ああそうなんだ。本当に少ないらしいの？ねえもうやだ。6年3組のメンバーの4人なんだ。4人しか。あでも4人はいるんだ。やだ。でも4人いて他のクラスにも4人4人いたら、まあ顔が知ってる人は最低でも12人は同じクラスにいるって。あじゃあ強いじゃん。強くない？まあね、うん、先生にね頼みますよ先生。嘘、頼むよって。頼むよしたら何を頼むの？最高かもしんない。誰？しーちゃん。りみちゃん何皿？7皿、4、5、6、7、8。これで8？うん。みっちゃんはでも食べた方じゃない？食べた方だね。しーちゃんがすごいよね相変わらず。何皿？これが10、うん、で11、12、13、14。てかラーメンも食べてるからねしーちゃんね。パフェとラーメンとあと卵焼きと、うん、あとアップルパイと。すごい、今日もいっぱい食べました。美味しかったです。じゃあ、はい、ごちそうさまでした。